ステファン・ポール・バークレーは、イギリスの政治家。現在、ランカスター綱領大臣、会員議員、保守党所属、大倉教委員や経済担当副大臣を務めた後、2018年1月の内閣改造で、保健、社会福祉省に就任した。同年11月に、欧州連合離脱大臣のドミニクラーブが辞任すると、その後任に任命され、在任中に、 EU 離脱を迎えドーポストは廃止された。ランカシャーで生まれ育った。父は労働組合や IT 企業でフルタイムで勤務し、母もフルタイムの公務員であった。スティーブンは3人兄弟の末っ子であるが、3人ともラグビーに取り組んだ。リザムセントアンズのインデペンデントスクール、エドワード7世功で学んだ。同校を卒業後、キャップイヤーを利用して5ヶ月間。 サンドハースと王立陸軍士官学校に入校し、ロイヤルフュージリアーズ連帯将尉に任官した。ケンブリッジ大学、ピーターハウスカレッジで歴史を学んだ後、チェスター法学院に進学し、1998年に弁護士資格を取得した。バークレー家の中で大学まで進んだのはスティーブンが初めてであった。ロンドンの大手法律事務所で見習い期間を終えた後、 ロンドン取引所やアクサ、金融サービス機構バークレイズなどで勤務した。1994年に大学卒業後、保守党に入党。1997年の総選挙でマンチェスター・ブラックリー選挙区から2001年の総選挙でランカスター及びワイヤー選挙区からそれぞれ立候補したが落選した。後者は500票差という赤敗であった。 2005年に保守党の新党首、デイビッド・キャメロンは、同党の支持基盤拡大を目的に、多様な出自を持つ党員を選抜したが、バークレーは、その、エイリストに名を連ねた。2007年には、保守党員が多い社交クラブ、カールドンクラブでのディナーパーティーの世話人となり、党の収入増に貢献した。保守党はこの収益を、重点選挙区における政治活動に充てた。 2008年1月、北東ケンブリッジ社選挙区選出のマルコム・モスが、会員議員を辞任すると、その公認に選出された。その後、2010年5月の総選挙では16,425票を得票し、初当選を果たした。総選挙後間もなく、政府支出を監査する会計委員会の委員に選ばれた。保守系の政治ブログサイト、コンサバティブホームは、バークレーを、 過去いかなる増反劇においても政権を支持し続けてきた数少ない忠実な保守党若手議員の一人と表現した。2017年6月から2018年1月まで経済担当副大臣を務めた後、2018年7月に保健・社会福祉省に就任した。2018年11月、欧州連合離脱省のドミニクラーブが辞任するとその後任に任命された。 離脱賞として、バークレイは離脱交渉よりも国内の準備に傾注するだろうとの観測がなされた。第一次、ボリス・ジョンソン政権においても、バークレイは離脱賞として留任した。2020年1月31日にイギリスは EU 離脱を果たし、欧州連合離脱賞が廃止されたことに伴い、バークレーも大臣職を退任した。 2021年9月15日の内閣改造でランカスタ公領大臣に就任。妻カレンとの間に息子一人と娘二人がいる。ありがとうございます。